大師匠がって感じです。いやでも僕が早かったんですね。いろいろなリリースさせてもらったタイミングも決まったタイミングもで、まあユージには話はしてたんで、まあ、僕はちょっと後から決まった後に聞いてまた一緒かっていう、それがっかりやん。嬉しい。また一緒かーくらいです。また一緒かーくらい。ああ上がった、うん、まあ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 でも嬉しかったですね。なんかちょっとサプライズ的な感じで言われたんですよ。連絡ありますみたいな形で。なんで、まあ、ちょっとびっくりのが大きかったですけど、もちろん嬉しくてまた一緒だねみたいな話はもうそこから始まり、まあ、家族ぐるみでね。その北爪家とは仲いいんで、高橋家でまあ清水行くこと決まりましたみたいなね。いやせっかくこう仲良くなったのに離れ離れになるねみたいな。いろいろ旅行も行ったし一回別れしてますからね。気持ち的にはこうでもうお互い頑張ろうねみたいな感じで喋ってたら、僕もまさか行くことになって、でその時にさっき電話して「言うことになったんよ」みたいな言ったらめちゃくちゃ喜んでたイエーイよっしゃ奥さんとかめっちゃうわっねえ、まあ嬉しいですよね。だって電話の向こうで飛び跳ねてたの分かったもんね。車の中です。車の中で、ね、わざわざ止まって電話して一緒っていうから、なんかちょっと楽しい一つの不安じゃない方のいい方のなんか材料ができて、なんか引っ越しにこう前向きにいやすごい慣れて、それこそ去年も年越し一緒に過ごしたんで、今年のスタートは一緒にこうスタートしてるんで、年越しそばも一緒に食べたしね。そうなんかいい1年が遅れたらなっていうふうに思ってますけどね。でサッカーはやっぱ守備見てもらいたい、うん、まあ俺だけじゃなくてその全員まとめてみんなでやる守備を見てもらいたい。アグレッシブですか、ね、アグレッシブ結構もう前にこうね、あんまちょっと綺麗にサッカーするの苦手なんで、苦手っていうかもう戦うって感じの方がやっぱ自分に合ってるかな。でもなんか J2 の方がタフな印象あるじゃないですか。試合も多いし、なんかそういう意味ではなんかこうレイソルでやってたそのなんかその球際の強さとかそういう守備の強度をやってたのはなんかその経験をなんか生かせそうな気は今練習してて、やっぱ監督もそういうところやっぱ今年もっとやらなきゃみたいな話を聞くとすごいよね。めっちゃいくね。やれそうというか、なんか持ってるものを出せそうな印象はありますね。どうですか？ありますけど。そうなの。そうなの。泥臭い的なね。泥臭い。いい意味でですよね。いい意味で。まあいろんなね経験してますからね。そのいい時も悪い時もそういう人の方がやっぱ強いですよね。強いっていうか結局勝ったやつがかっこいいからっていうね。あれは勝たないといけないですよ、かっこよくなるために。でサッカー難しいね。でもスタジアム、僕サッカー専用のスタジアムのチームしか行ったことなくて、確かに幸せなことにでサイドって声届くんですよ。もうボソッと聞こえてないと思いますけどみたいな結構聞こえるんで、できねえ。僕の時はちょっと優しい声で怒って伸びるタイプなんですけど、ちょっと頑張れよみたいな、走れとかでいいんで、サイドの外サイド側の見てる人とかは頑張れ頑張れ、そうもっと走れとかでいいんで、速いとか。そうだね、確かにでかいとか後押ししてほしいですね。僕の時だけでいいんで、俺ユージのところガンガン言ってもらって、やめて俺にボール来たら頑張れ新幹線って言ったらめっちゃピンとくるね。指導日の日のサポーターの人数すごないですか？だからもうまさにコロナにね、柏行った時もコロナになって、まあ、なかなかファンサービスとか試合ね満員の中できないっていう状況だったんで、結構衝撃だったよね。モチベーショングッと上がったよね。嬉しかった。あれは開幕スタジアムで待ってます。みんな来てね。ジャンプしたね。321でおうちでおでん作るから、悪くなったりとか泣いたりした時だけ親に「おい」って言われます。